本日ご紹介させていただきますのは、神滅重心ガロンのフィギュアになります。自分はこのモデルがものすごく好きです。この腕のデカさと体のデカさ、そして竜と狼が合体したようなこの顔がものすごく好きです。自分はこういう感じのフィギュアが一番好きですね。で、自分はこれ購入するのは2回目になります。1回目は、この足の股関節が壊れてしまって立てなくなっている、 いますで、いろいろな人に聞いたらわかると思うんですけど、これはもともと壊れやすいです。で、自分はデッドストックを1年前に買ったんですけど、昨日開けた瞬間に、ここの肩アーマーの方が壊れています。もう折れてましたね。で、なかなかずっとデッドストックとかで置いていても、これ壊れてる場合がありますので、あのー、皆さん購入される場合は、もう壊れるっていう前提で購入してください。 だから、壊れやすいので、正直な話、プレミアム価格で買う必要は自分はないと思います。相場的には未解答、デッドストックであっても3000か5000円の価値しかないと思っております。それではちょっと見ていきますね。これ動かすと倒れやすいので、あのー、ちゃんと保持できるかどうかっていうのはすごく怖いんですけど、横から見たらこんな感じですね。で、後ろの方。 片手だともうほんと怖いですね。こけそうですよね。こんな感じですね。後ろから見るとこんな感じになってます。なんか亀の甲羅みたいな背骨がこういう風になってて、あのー、刃がかっこいいですね。これが左横です。これが斜めから見た感じです。 こういうアングル自分は好きですね。自分はこういうシーンが好きです。この神滅重神ガロと、この SH フィギュアアーツのガロ、この大きさが一番好きです。魔王対正義のヒーローみたいな感じで。やっぱり戦う人間っていうのはこれぐらいちっちゃくて、戦う魔物っていうのはこれぐらいでかい。こういうあのシチュエーションっていうのは自分は好きですね。こういうアングル好きです。ヒーローがこう魔物と戦うような。 最後のラスボスみたいな感じの、こういうような感じが好きですね。今から化け物、ちっちゃいものが大きいものに挑むっていうのはものすごく強いです。でもまあ、こういう大きい最後の魔王みたいなものが、こういうヒーローをボコボコに倒してしまうっていうシチュエーションが自分は一番好ましいですね。自分はこういう状態を、あのー、表現したかったです。 後ろにあるのはロアの小銭入れですね。最後にバラバラにしたものをお見せします。この手足をつなげるところって結構ギアっぽくなってて、これすごく折れやすいです。ここの部分すごく折れやすくて、股関節とか腕が取れやすくなってます。で、肩アーマーのここの場所折れちゃってます。 こんな感じです。足もこう、ギアになっているので、こういう風に。これ壊れやすくなっているんで、皆さん、あのー、デッドストックだからといって壊れてないっていう可能性はすごく少ないんで、その辺を注意してこのフィギュアは買ってほしいなと思います。でも、この造形はものすごくかっこいいです。またこれ復活してほしいなと自分は思っています。今の技術で。今日ご紹介させていただきますのは、 ご紹介させていただきましたのは新滅重心ガ廊のフィギュアと SH フィギュアアーツとフィギュアとの比べるような画像でしたくれぐれも皆さんご購入される時はこれは不良品だと思って購入してください完璧なものは多分このフィギュアに関しては存在しませんあと現在のプレ版でこれぐらいのボリュームでこの新滅重心ガ廊のフィギュアがどう実体化できるかっていうのも 僕は欲しいなと思っています。